はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、呪術廻戦の方にですね、こちら実はね、これ今回やるのは東京校 vs 京都校なんですけど、結構前にこの京都校 vs 東京校やってたんですが、新たなキャラクターとしてメカ丸、そしてのばらちゃんも追加されたんですよ。のばらちゃんってまだ紹介してない。こちらのも、ね、二つ、呪術廻戦のモッドあるんだけど、それの、こちら、のばらちゃんが新たに追加されたはずなんですけど、これ、ちょっとまだ紹介してないので、今回ちょっとこれをまず紹介、のばらちゃんを紹介してから、どうしようかな。さらし首とか大事、勝てるかな、勝てんかな。なめくじとかにしとくか。はい。多分、のばらちゃんですね。今回追加されたのは、こののばらちゃん追加されてたよね。あれ、されたよね。あれ、どうだったっけ。で、今回これで東京校 VS 京都校ちょっとやってみたいなと思います。はい、準一級に対してもまあやられはするけど、ほらこんな感じでね、結構ダメージは与えることができるんですよ。火力はあると。防御力はちょっと厳しいんだけど、火力はあるということで、これとあと、そう、なんか最近さ、これ本当にモブバトル、モブキラーで倒せなくなっちゃった。どうしよう、これちょっと大変なんだけどな。メカ丸も一緒にちょっと出してみようか。メカ丸も追加されまして、メカ丸のが当たり前だけど強いね。うん、結構アルティメットキャノンとか打つんじゃないかな。強さ的には多分ね、準一級っていうよりかは、そうだ、でも準一級でいい勝負かも。こんな感じで、ほらいいでしょう。でも今ダメージちょっと入んなかったな。全部今弾き返されたか。いやー、メカ丸厳しいか。頑張れメカ丸、いけ、倒せるか、倒せるか、ギリギリ倒せるか。さあ、ダメージ与えた。あ、でもいい勝負してる、いい勝負してる。準一級と悪くはない勝負じゃ。あー、勝ったね。でもちょっと、のばらちゃんが、いたから、いたというか、ちょっとダメージ与えてた分あって、メカ丸、ほぼ準一級と同じぐらいでしょうっていう形で、はい。なので、数的には、東京校のが多いんだけど、パンダ。パンダはまだ、ドラミングビートとかもないからね。パンダ、そしてのばらちゃん。で、トゲくんに、マキさん。これは全部、呪術高専。かっこ呪術高専って書いてある。マキさんと、伏黒くんと、イタドリくんですね。渋谷事変の二人でもなく、死滅回遊編のマキさんでもないので、だから、数の東京校。でも、メジャンコ強いっていうのは、あんまいないって感じかな。伏黒くんがマコラ出したら別だけど、最近多分あんまマコラ出さないようになってるはず。式神っていうか、それがすごい多くなってるはずなんで。で、こちら、美和ちゃん。美和ちゃん、そしてメカ丸。さっき見てもらったようにメカ丸なかなか強いと。そしてカモ。どっちが強いか分かんないんだけど、一応カモ後ろにしておきました。カモと、そして東堂ですね。東堂はもうラスボスよ。めちゃんこ強いので。で、これでやっていきたいと思います。舞さんとももちゃんはまだ実装されてないので。はい。こんな感じですね。ということで、じゃあ行きましょう。おっこつくんは、現在の東京校と京都校ということでね、ちょっとおっこつくんはさすがにいません。なしでいきます。ということで、じゃあみわちゃん VS パンダさん。さあ、普段絶対組手とかやるかもしれんね。組手だと思う、今回は。戦いっていうより、練習よ、練習。おっと、パンダさん強くない？おパンダさん強いですね。あなた、あれ、なんかめちゃくちゃ強くね。みわちゃんがそんな強くないのか。いや、パンダさん強い。あれ、なんかパンダさんバージョンアップしてない？あれ、なんか、メダンが強いぞ。いや、一発。ほら、一発15ぐらいある。なんか、あれか？もしかしたら、あれかもしれんね。メカ丸も追加されたってことで、パンダ何かしらアップデート来るかも。ドラミングビートとかさ、のパンダ来るんじゃない？これ多分、ステータスだけちょっと調整されてる気がする。わかんないけどね。違ったら申し訳ないんだけど、なんか、ステータスだけとりあえず今上げて、そっから今ドラミングビートで変身するみたいな感じの、まず基盤作ってんじゃないかな。なんかちょっとそんな気がしてきた。さあ、ここでパンダがやられた。さあ、次、のばらちゃん VS メカ丸さん。さあ、メカ丸さん、遠距離攻撃対決ですね。遠距離攻撃対決。止まってますね。ちょっと待って。これはちょっと良くないので、ちょっと待ってね。これ一回じゃあ、こうして、待ってね。もう一回やり直そう。これは、今のはちょっとのばらちゃん、立っちゃってるだけだったから。あれ、なんで今打たなかったんだろう。こうしてこういけるよね。あ、オッケー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 、大丈夫ね。これでオッケー。改めまして、さあ一発、さあ友成行くか。多分一応もちろん術式もあるはずだから、一発が、強いなメカ丸やっぱり。さあ、そして真の遠距離攻撃 VS、 トゲ君行かないで、真の、遠距離攻撃 VS 遠距離攻撃キャラ。さあどうだ、そろそろこれメカ丸倒しておかないとやばいんじゃないか。まだ後ろには東堂が控えているという東京校側からしたらね、そして京都校側からしたらこのままメカ丸いいんじゃない。メカ丸かなり、すごい無双してるぞメカ丸が。
まあ、数的にはねやっぱり東京校だけどやっぱり2体とあと東堂の火力やばいんだよな。東堂の圧が、でも東堂の圧がやばいのにもかかわらずメカ丸で今こんだけもうあの3盾か4盾するっていうのは相当東京校からしたらもう伏黒くん次第になってきてしまうかもしれない。伏黒くんがマコラを出したら、まあ実際ね、なんだろう、東堂と伏黒くんの戦いの時にもねちょっとまあ実現はしなかったけどってのあったじゃん。うん、だから実もしかしたら再現があるかもしれないってか全然メカ丸に攻撃入んないんだけどどういうことこれ。いやトゲくん、あのうのほさ動くなしって全然あれだわ、トゲくんが攻撃しないね。当たんないのか、当たってないのか、攻撃はでもしてるよね。でも全然ほら見て動くな打つぐらいなんだよね。全然ダメだ。あれれれれ、もなんかもしかしたら遠距離攻撃とちょっとあのキャラと相性が悪いのかもしれない。遠距離からこうどうすね。まああの絶対攻撃当たってないっていうことではないと思うんだけど。さあそしてマキさん、マキさんはそうだねメカ丸に対しては強いんじゃない。いやでも遠距離攻撃で離されていく、離されていく、あごめん新しいリーダー出てきた、ごめんなさい。カモ、カモが、あやっぱりマキさん強いな。カモがどんな感じになるかだなこれ最後は。ここでもうほぼマキさんやれたんだけど、カモがね、さあどうだ、ここでさあどうだ、メカ丸より果たして、いやーメカ丸より強そうだねこれカモは。いやーそうだね。さああとは伏黒くん、ここで再現よ。これなんだったらちょっとさ伏黒くんとカモと、カモ東堂出したいもん。うん、カモ東堂出したいぐらい。いやー強い、カモさん強い。さあ、あーが来るのか果たして。いやそれよりまず看護アンエイティかな最初、看護アンエイティ。さあ看護アンエイティが来るのか。で板取くんと東堂の戦いになったらさすがに勝てないんじゃないのこれ、勝てないんじゃないの。でもこれ多分先決ねあんまり当たんないんだよね、なんか最近なんか気づいたんだけど。おっとここで伏黒くんがカモを倒したということは、あとは大ボス東堂 VS 伏黒くん。さあおっと東堂がこれ番章に行った、バーンショー、多分なんかバーンショーに今モブバトル持った、あーえ来た、まさかやっちまっ、マコラだー大逆転。いやこれはありですよ、これはありですよ。さあ果たして東堂がマコラに勝てるのか。これはまあ再現ではないけど止まってしまった、あの原作にはなかった展開。やば、伏黒、あのね伏黒くん前までは確かにマコラ結構頻繁に出してたんだよ、でもあのそうそう出さなくなった。でもその低確率を伏黒くんはこの土壇場で引いた。これまさかさ東堂との時とかなんか特定の相手にだけなんか出すとかあんのかな。うわーかっけー、いやめっちゃかっこよくなったよねマコラ、このなんか白の感じすごい好きだわ。はい、ということで今回、東京校 VS 京都校、勝ったのは東京校です。いや正直言うとこれ京都校がもうあの今言ってしまうと勝つと思ってた。東堂でなんかもう全立てじゃないかな、最悪東堂で全立てできるんじゃないかぐらいな、まあ渋谷ジェーンの板取くんだったら別だったと思ってたんだけど、だからまさかまさかの、はい、伏黒くんがマコラを出し、マコーラを出し、倒しましたね。はい、マコ中毒者ソルジャークラスファースト、自称ソルダークラスファーストのそうなんで、ほらまあやっぱり当たり前だけどね、東京後編だとあの東堂相手だと相手にならないというか、で伏黒くんもほとんど多分ダメージ与えられずに終わってたから、まあ、これはそうね、もう東堂が何だったら全立てしてたから、これは勝ち筋はうんマコラだった。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。今日のね多分夜です。はい、夜にファンパレの生放送がありますので、そちらまた動画すぐ出したいと思いますので、よければ見てくださいませ。どんなキャラクターが出てきたのかとかいろいろそのちょっと紹介したいと思いますので、明日だと思うんだけどね、ただの新ガチャとか新キャラはねぜひご覧ください。それじゃあお疲れ様でした。本当に面白いな、本当に面白いな、バイバイ